表面は縦に巻いていきます。ねじると顔周りは可愛いです。こんにちは、レリアル店長の金子です。今日は絹糸のコテで波ウェーブをしていきたいと思います。バックのブロッキングはだいたい3段から4段やっていきます。下から外内で作っていきます。全パネル外内の波で作っていきます。表面は縦に巻いていきます。リバース、フォワード、リバースの順番でランダムな感じで縦に作っていくと下の波ウェーブと馴染んで可愛くなります。サイドも外打ちで波ウェーブ作っていきます。だいたい2段ぐらいのブロッキングを取って作っていきます。サイドも同様に表面細かく取って縦に巻いていきます。ねじると顔周りは可愛いです。仕上げにオイルを全体になじませていきます。はい、完成です。絹糸のコテでツヤツヤに仕上がりました。ご視聴ありがとうございました。